みんなが気をつければまた減っていきますよね。そうだね、みんなが気をつければ減っていくはず。うん、いつまでこのウイルスと戦わなきゃいけないんだろうと思いますけどね。なんか音楽業界とかさ、めっちゃくちゃやばいじゃん、しんどかったじゃん。だからどうなっていくんだろうと思いますけど、なんとも言えないよね。私は祈るしかないなと思ってます。マスク用のアクセサリーってネガイさんに需要あるのかな。ありますよ。うん、かわいいよねあれ。ファンの方にね、この前、だいぶ前、だいぶ前にもらったカカオフレンズのライアンってこのやつ、マスクのやつつけてたけど、お母さんと一緒に、私の潰れちゃったんだよ。あれかわいかった。紐が水色なんやつだったっけ。こんばんは、こんばんは、こんばんは、みんなこんばんは。在宅勤務になったんだね。誕生日プレゼントを送りました。飛行機が少なくて時間内に着くことができるか心配です。でも大丈夫、あの大丈夫だよ。うん、きっと2月とかには着くでしょ。きっとうちにアベノマスク2つあります。ああ、こんばんは。残業でしたがネガイちゃんに会いたい一心で仕事終わらせました。ありがとう、ありがとう。あ、どれも飛んできた。ありがとう。みんないつもギフトありがとうございます。助かってます、助かってます。うん、わかんないけど、まあ見に来てくれてるだけで私は嬉しいな。だるまとすごく目が合う。そうなんですよ。なんかさ、前までショールームとかさ、なんかちゃんとさファンデーションして、眉毛色塗ってあれしてこれしてってやっぱりやってたけど、なんかいや気抜いたとかじゃなくて、なんか知らないけど私のすっぴん好きな人いるんですよね。なんかすっぴんってべっぴんって意味だからあんまりいいかなと思うんですけど、なんか素顔、メイクしてない顔が好きっていう方が多いので、それなら肌に影響もないし、まあファンサービスになるかなと思って、夜だしね、落とすのめんどくさいので、だからやってます。もうリップすらも塗らない。うん、いい。今日はね、そう、自然体の願いさん綺麗だよ、ありがとうございます。あ、バラも飛んできた。美女と野獣だ。今日の映画は見ないのかな。千と千尋とかいうの。千と千尋はもう持ってるからね。メイクすると変わっちゃうメンバーってことかな。それ変わっ、いや変わっちゃうメンバーいるか、そんないないと思う。私はメイクしたら変わるメンバーの一人なのか分かんないけど、私素顔がちょっとおぼこいんですよ、今見れば分かるけど。メイクしてる時とメイクしてない時で、メイクしたらちょっときれいめな枠に入る顔になるんですけど、メイクしてないとちょっとおぼこい印象になるんですよ。そうそう、だから私はどっちなんだろうなって。メイク、まあ、メイクがそんな上手くないってわけ、あんまり重ね塗りが好きじゃないタイプだからかな。なんか肌が息してない感じであんまり好きじゃないんだよな。女の子とかメイクする男性が分かると思うんですけど、ファンデーションとかなんか日焼け止めってなんか肌が息してない感覚があるんですよ、ずっと。体はちょっと違うんですよ。ボディクリームなら分かるんですけど、なんか顔は違うくて、あーあるんですよ。なんかもう安心できないみたいなのあるから、すっぴんの方がそれは私は肌にもいいしいいなと思うから。重ね塗りがあんまり好きじゃないけど、肌荒れをしてるから、肌荒れを良くするから、どっちにしろやらなきゃいけないんだよね、重ね塗りは。こことかでもなんかそう、
極端な話、油の膜張ってるようなもんですからね。そう、なんかね、メイクあんまり好きじゃないって方多いよね。なんか女の子のメイク好きじゃないって方いるけど、マナーだからね。マナーじゃん、今のところ。マナーじゃん。何？マナーじゃないですか。なんかメイクしてないと社会的なマナーがないって言われるのと同じだし、アイドルってなんか美を求められるから、そう。スピンとメイクどっちが気分的に楽ですか？私ですか？スピンとメイクどっち？私時と場合によるかな。なんかね、私的に女の子の気持ちがどうかわかんないけど、私はメイクしてなくて外出たくないっていう気持ちはそんなにないんですよ。メイクしてなくて外に出たくないっていう気持ちはあんまりなくて、ただ最低限は BB クリームは塗っとこうかなみたいな。日焼けで肌荒れする場合とかもあるだろうなと思ってやるんですけど、なんかね、肌荒れを見せたくないっていうので、まあね、マスクがあるから肌荒れも増えたのかもしれないけど、なんか見せたくない。今年はね、生誕公演私はないんですよ。卒業公演なの、終わり、それだけなの。なんかマスク、なんか肌荒れを見せたくないっていうので、なんかメイクしないやつはあんまり好きじゃないなと思うけど、外に出るのがね、そういう時はたまにあるの、肌荒れがひどかったりすると。でもなんか女の子にもあるし、男性もわかるけど、なんか新しいリップをつけたりとか、新しいアイシャドウをつけたりとか、新しい服を身につけたりとかするみたいな感じで、なんかすごい、なんか相手にはわかんないけど、リップの色変えたかわかんないけど、なんかすごい気分が良くなる。新しい靴を履いた時とかって、分かりやすく言わないのかな、なんか新しいスニーカーとか新しいヒールを履いた時って、なんかいつも歩いてる道と違って見えるっていう感じの時ありません？そんな感じがあるから、気分が楽っていうか、私はメイクしてる時の要因としてめちゃくちゃ楽しいって時もある。なんかイエーイ、スターになったぜと思って外歩く時もあるけど、私はなんか、なんだろう、7ヶ月間休んでてメイクをしてない日が増えたからか、すっぴんが楽になってきましたね。でも選手に肌の手入れができないやつはダメだって言ってた。そうなんだ。肌の手入れができないやつってどこの境目なんだろうね。私的にはそこが分かんない。なんか肌の手入れができてないやつって、一括りになると、普通の人がすごい真面目な話をすると、肌荒れしてる人は肌の管理がなってないとか、肌の手入れができてないって勘違いする人もいるけど、なんか私そうじゃないなと思う。なんかそうやって言う方とかいるじゃん。その方がそれは言ってるのか分かんないけど、じゃなくて、防いでも肌荒れはできるんです、私が言えば。食生活をね、頑張ってもできるんですよ。まあ今度皮膚科行ったらそれが判明するかもしれないんですけど、寝てないとか、やっぱり仕事で寝れなかったりしてとか、あとはなんか体に合わない食べ物食べたりとか、体に、肌に合わない化粧品を使っちゃったとかできちゃうから、どんだけスキンケアしてもね、なんか治らない、すぐに治らない子とかいるから、うわー、この子スキンケアしてないんだって、肌荒れで、や、なんか言っちゃう人がいるんだよね。なんかそれすごい、私一番言われたらイラッとすることが一番ではないけど、はってなっちゃいますね。うん、私の意見だよ。肌荒れ大丈夫だったらすごいありがたいんですよ。なんか すごい痛いんだよなとか、心配してくれてありがとうなんですけど、なんか肌の手入れしてるとか、食生活変えた方がいいんじゃないって、もうあなたに言われる前にやってますってなるんです。皮膚科も行ってますみたいな。私に合わない皮膚科だったのかもしれないんだけど、今まで言ってるのは、あなたの体と私の体じゃ全然違うのよって言いたくなるんですよね、これ。あ、おひげか。ひげもなんか大変だよね。お父さんとか見てるとやっぱりなんか剃っても生えてくるからね。
目の周りが荒れてるから全く化粧しないや。化粧しなくてもいいと思う、そういう時は。昔彼女がメイクするのめんどくさくてあんまりしないのよって言っていたのに急にメイクするってどう思う？うーん、わかんない、私その彼女ないじゃないからわかんないけど、そうやってるよって言いたくなるでしょ。まあ事情知らないから仕方ないんだろうけどね。私的にはそのわかんない、男性でもなんか趣味が変わったりする人っているじゃん。この前までスニーカー集めが好きだったけど、最近香水を集めるのが好きになったとか、なんか最近化粧っていうものに興味を持ってなかったけど化粧をしてみたくなったんだっていう男性もやっぱりいるし、なんかそういう感じで、なんか多分その方のが合ってるか分かんないけど、もしかしたら YouTube とか見て、あ、私もこんな風な綺麗な女性になりたいとか、この推しみたいになりたいと思ってメイクをしようかなってなったのかもしれないし、分かんないかな私。その人じゃないけど、そうそう、私の最初と一緒かもしれないね。私はなんかメイクがすごく好きになったっていうか、K-POP アイドルを好きになってから化粧が好きになったのもあるし、なんか可愛くなりたいなと思ったからメイクし始めたっていうのもあるかな。そうそうそう、みんななんかいろいろあるんじゃないかな。そう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 、なんか最近街中とかでさ、なんかメイクしてる男性とかも歩いてるよね。そう、メイクしてる、あ、メイクしてる男性がいるって、目元だけでもわかるじゃん、マスクでもさ。めっちゃ素敵なメイクしてるなとか、えみたいな、メイクしてるみたいな。やっぱ男性がメイクしてるってなんかまあ やっと馴染んできたけど、うわーすごいなみたいな、メイクについて語り合いたいぜと思ったりするし、すごいなってメイク好きなんだ思いますね。私、男性もねメイクする時代になってきましたよね。あ、アイブロウしかしません。でもアイブロウもするのすごくない？私アイブロウ苦手なんだよね。シミを隠すためだけでもメイクっていうのかな、言うんじゃない。だってファンデーションとか塗るんでしょ。ファンデーションもメイクの一つだと思うけどな。私だよ、私の考えだよ。すごいテロップ可愛く書いてるな。中身すっごい落ち着いて喋ってるのに、お話ししましょうハートって書いてるけど、普通になんか中身が真面目すぎてメイクミラクル、メイクはねミラクルですよ。なんかね気分が上がるんですよね。うちの中3の娘が最近メイクに目覚めて、毎日夜になるとメイクの練習してます。かわいい、かわいいよ、めちゃくちゃかわいいよ、めっちゃ好きそういう子。話の内容はお願いさんらしくいいですね。セルフプロデュースに気をつけるようになってきてるってこと。そうだろうね。すごいね、メイクって楽しいです、私からすれば。まあ、その分肌荒れは気をつけないといけないし、肌を休める日も作らないといけないし、メイク落としも大変だけど、前ののちゃんがメラノ CC おすすめとか言ったので
買いに行ったことある。ああ、わかる。推しが使ってたものってさ、なんか買いたくなるよね。そう、メイクする男の子も増えてきたよね。なんかさ、私見ててなんかブランドのお店とかで、なんかブランドデパコスっていうんですかね、デパートコスメのそのちょっと普通なところよりは安いところで買ってる男の子とか、なんか自分用に買ってる方とかいるのを見ると、あ、似合う、その色似合うと思いますって勝手になんか思っちゃう。なんかちょっと薄いピンクの色とかなんか見ると、うん、似合うと思う、とてつもなくその色似合うと思いますって、ちょっと遠目からね、あのじーっとは見ないよ、変な人になるからでもすごい似合うと思いますと思って見ちゃう。うん、うん、横からメイク褒め担当365日日焼け止めクリームで老化を防ぎます。紫外線は嫌、いや紫外線はね、なんかね、紫外線っていうか太陽の光が紫外線って言うんだよね。紫外線を浴びると人間なんか元気になるっていう言うけど、まあなんか肌には悪いよね。肌にも悪いんだよね。だからね、遮光カーテンとかね買ってもらって、私はネガイちゃんショップの店員に会えそう。あー、ショップの店員にはなれないから、ショップの店員の役とかもらえないかな。めっちゃさ、私見てるからショップの店員さんとかできそう、できそうだね。私が最近好きなブランドはジバンシーっていうところを初めてこの前行ってリップ買って好きになったのと、イブサンローランが好きかな。イブサンローランと、ジバンシーが今んとこ好き、うん。紫外線でビタミン D が作れるんです。おお、そうなの、かっけーかっけーって。ネガイさんはノーメイク、私はノー暖房で。ノー暖房なの、それは私にはありえないね、冷え性だから。化粧水と美容液が一緒になったコンディショナーみたいなのがします。あーね、いいね。ニビアダメだった、私肌荒れちゃった。イブサンローラのフレグランス昔持ってたな。あー、私ね、ディオールの、なんだったっけ、ディオールの香水持ってるよ。なんかね、香水めっちゃ好きなんですよ、私。なんかちっちゃい頃香水集めるのが若い頃好き。若い頃？いや、今も若いんだけど、なんかね、一時期めちゃくちゃハマってて、なんか私この匂いをずっと使ってる最近。なんかね、なんかすごいさ、でもさ、濃い匂いってあるじゃん。なんか私一番苦手な匂いがバラの匂いなんですよ。なんかの、わかるかな。いや、私の勝手な意見ですよ、私の勝手な意見なんですけど、私なんか好き嫌い分かれるじゃんか、あの人間にとって。人間って好き嫌い、匂いって分かれるから、私は普通にバラの匂いが苦手なんですけど、エレベーターに乗った時にちっちゃい頃にすっごいバラの匂いの香水をつけてる方がいたんですよ、女性が。それのちっちゃい頃、それ以来私バラの匂いが本当に苦手になってしまって。そうなんです。そう、なんかね、匂いってすごい記憶に残るんですって。だからなんかよく見るんだけど、インスタグラムで、私香水をインスタグラムで調べたりするから、それで関連で出てくるんだけど、なんか彼氏に好かれる香水とか、男性に好かれる、女性に好かれる香水とか、万人受けする香水とかよく出てくるんですよ。なんか匂いってすごい記憶に残るから、なんかメイクとかより匂いが大事だよっていう感じでやってる、なんか書いてあって、確かに私ずっとちっちゃい頃からこの匂いだけ苦手だわと思ったんですよ。
もう一度シカクリームをおすすめします。バラは好きなんです、お花のバラは好きなんですけど、なんか人工的なバラの匂いが苦手なんですよ。な、今はディオール派です。何のフレグランスですか、誰だったっけ、なんかね、どれだっけ、メンズが使ってるやつなんだよな。今度ね写真送るわ、今度香水の写真出すね。私これが好きなの、最近つけてるのは、なんか万人受けではないけど、万人受けってか、まあ、誰でも好きそうだなってやつ。 SNS 関連はまだ言えないんだよ。なんかね、オードトワレ、オードサボンムスク、サボンのやつなんですけど、あーいい匂い、あーなんかね、匂いが変わっていくっていうか、なんかすごい、オードサボンムスク、めっちゃいい匂い、高かったけど、めっちゃ高かったけど、めっちゃいい匂いだよ。どれだったっけ、ディオールだったかな、調べてみてね。なんかさ、ファンの人でもさ、みんなさ見てくれるじゃん、なんか聞いててくれるじゃん、メイクの話とかそれ以外の話でもみんな聞いててくれるから、すごく喋りやすい。カルバンクラインのエスケープが好きだったことがありました。やっぱりね、いいよね。ムスク好きなんだ、私ムスクの匂いめっちゃ好きですよ。ムスク好きなんですよね最近。いや、だいぶ前、どこに香水吹きかけるの、私は普通に無難にここと、私こうやったら匂いがなくなるから、なんかもうこうやって浴びる時があるんですけど、なんか膝の裏につける時あります。膝の裏につける、まあ首と手首と残ったところのやつで膝の裏につける。うん、ディオール、ちょっと待ってね、ディオール香水メンズどれだっけ、あ、これこれこれ、オムオードってやつ、これ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 、これ持ってた、めっちゃこれ好きな匂いだったんだ。でもね、ちょっと香りが強くて、香りがね強くて、うん、あんまり使わなかったかな、普通にお父さんにあげて。これディオールのやつ、これね、でもね、今でもあのプライベートでは使うけど、仕事ではあんま使わないかな、仕事場につけていくの。これね持ってるよ、ね、これおすすめだよ。でもうん、高いよね、でもディオールって言われて高い。これはね、男性のやつなんですよ、メンズの香水なんですけど、私この匂いに一目惚れして、香水ショップがあったんですけど、それの一目惚れして、あ、この匂いにしようと思って、高かったけど買ったんですよ。日によって買えるんですけど、でもなんかこれはちょっと、まあ、女の子には受けなかった、私メンバーには受けなくて、臭いとかじゃなくて、なんかメンバーにはあんま受けなくて、受けないかどうか分かんないけど、でも私がさっき紹介したムスクの香りはマネージャーさんとかに、めっちゃ大人のいい匂いがするって言われました。イエイ。素敵な香りを表現してください。表現、分かんないなイライラー、こんな感じ。なんかもう香水って漂ってません？集めてるんだ、いいよね。でもなんかね、香水って瓶が可愛いじゃん。お母さんがまず香水集めが好きだったので、私も香水集めるのが好きになって、それでなんか瓶が可愛いんだよね。まずソニアリーキエルっていうめっちゃ甘めのキャンディーみたいな香りの香水ある。あー、女の子が好きそう。なんか女の子っていう匂いなんだそれ、多分。かわいい、ありがとう。そうそう、香水は瓶がかわいいの。あ、ねえねえ、みんなさ、なんかさ、私
さっきさエフェクトを見たんですよ。みんな知ってるエフェクトって、なんかショールームやってる人だったら分かると思うんですけど、なんかできたのエフェクトが。なんかエフェクトって言ったらなんかいわゆる加工、私はフィルター、今フィルターとくっきりっていう、なんか多分遠目から見えて、なんか遠目から見てもこう後ろに下がってもなんか綺麗に髪色とかが見えるよみたいなやつだと思うんですよね。ぼやけないみたいなやつを使ってるんですけど、それとあの明るさ、明るさは使ってないわ私、明るいのは使ってないこれだけ。だから今くっきりを使ってるんですけど、私なんかね顔がねちっちゃくなったりでかくするやつがあるんですよ。使ってみる。うん、これはどうするんだ。あでも今ここゼロにあるから、ゼロにあるからこっちに引っ張ればいいんだよね。そうだよね、くっきりと一緒だから。どうなるんだろう。うわー、すごい、え今分かった人いる？あんま変わらないんだが、本当に変わらないあんまり何これ、今最大限にしてるんだけど、小顔ってやつ使ってるけど、髪の毛ね何もねないから分かりやすいと。パッ、ね、え分かんない、じゃないか小顔をねつけたんだけど、もうええわ、もうゼロに戻します。何も変わらなかったので、私はもう小顔にしてはなんか変わらなかったからゼロに戻しますって。私加工はあまり好きじゃないんだな。フィルターと明るさとかも加工の一つに入るけど、顔をいじるのがあんまり好きじゃないので、顔をいじるエフェクトが好きじゃないので。クマを撮りましょう。私今すっぴんなので、皆さんごめんなさい、あの肌荒れしてるけどごめんね。ここにクマある、すっぴんだから。あでも綺麗になった気がする。あわかんないな、うーん痩せ顔だ、痩せ顔にしてみよう。ここぷっくりしてるやつを痩せ顔に。うわぁ時空が歪んだよ、みんな怖いよ、なんか LINE 来たよ、違うかったよ、え何これ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 。みんなねちょっと恥ずかしいけど、前髪をこうやるの恥ずかしいけど、すごいよ、なんかすごい私の顔卵みたいだ、卵だ。いくよ、みんな見ててね、ここ今痩せ顔ってやつだから、ここのスクショで確認してもいい、それ私の顔のデカさを確認されるのと同じだな、ちょっと嫌だけど、まあやるのだったらやってもいいよ。いくよ、みんな今私、あこんばんは、今エフェクトで遊んでるの。じゃあこれ今ゼロの状態ね、みんな覚えて、これがゼロの状態、これ今もう痩せ顔の加工も何もしてません、くっきりだけしてます、ふっふっ、今は何もしてませんね。なんか目隠したら変わる、いきますよ。うわー宇宙人みたい、怖い、ほら変わった、なんか外れるでしょ、あー可愛くなるね、これは女の子夢中に。でもなんかすっごい不自然な気がするの、私だけ。これね今中間よりこっち、中間よりちっちゃいぐらい、女の子が可愛く見せたくて夢中になるのはこれ分かる気がする、これやると。でもすごい私にとって加工をしないからなんかちょっと気持ち悪く感じちゃうな、自分がやると。最大限じゃあ持ってこう、もうこれは人じゃないでしょ、ただの宇宙人だよやばくない、みんな前髪ないからより分かる、何これ我々は宇宙人だよこれ隠したら、いやこれはさすがに、えほらこうやってこうやったら変わるの、
多分今これが普通でこうやったらほらキュッて戻る。あ、やっぱ最大限にすると分かる。もうこれ戻したらさ、みんなにデブって言われそうだな。うん、で戻したらみんなにデブって、なんかさ、やば。ほら、こうやって戻ったらギュンってなるの。今加工する。涙出そう。なんかね、ここ前髪があったらもっと自然になるならね。私今前髪を全開に開けてて、まあ私いつも前髪全開に開けてるからより時空が歪んでるのかな。これ時空歪…わかんない。よりよりなんかあんまりになるからね。なんかちょっとET と友達の人みたいになってる。でもちょっと外すね。え、今外してってるよ。あー、でもちょっとぽっちゃりして見えるね、自分のこと。こうなると嫌だー。でもなんか、あー、これはやらない方がいい。私がやってはいけない。よかった、今まで加工をしてこなくて。フィルターと、私はなんかクマさんとかをつけたりしてるけど、メイクとかも全部切ってるんですよ。まあ ついちゃう時はあるけど、つけてこなくてよかった。だって怖いもん。なんかね、なんか錯覚起こしそう、頭の中で。これさ、毎日私が写真でさ、ちょっと丸くなったでしょ。やだ、どうしよう。比べられて、ネガちゃん、おデブおデブおデブって言われたらどうしよう。ヒーヒーヒー。今ゼロに戻した状態です。さっきまでの顔に戻ったと思う。デブって言われる。でもね、これが一番だな。なんか写真の中の自分を本当の自分だと思ってすっぴんとか鏡見た時になんかすごいうってなっちゃうかも。私の場合は、私の場合はね。だからやらない方がいいな。私は目を大きくしてみる。今メイクしてない状態なんですけど、今ゼロね。これいきます。ちょっと待って。え、今ちょっとごめんなさいね、肌荒れを至近距離で見せてるからちょっと申し訳ないんだけど、今これゼロに戻したよ。もうさ、みんな宇宙人だよ、このこれ。違うの、加工してる人は別にいいんだよ。加工してる人は私はいいんです、いいと思う。なんかちょっとやめて、加工アンチみたいなに捉えないでください。知らん、私は加工しないだけで、エフェクトの凄さを今見てるだけなんです。みんな怒らないで。私は加工アンチじゃないから。別に加工したっていう、だって可愛くなりたいのは分かるもん。写真の中でもね、現実でも可愛くなりたいのは分かるから、うん、分かる分かる。いくよ、みんな、いくよ。これちょっと待って、私目が小さいのがさ、ちょっとさ、コンプレックスなのにさ、戻したらさ、嫌だなんかこれ戻したら目ちっちゃいって言われそうなんだけど、なんかね、遠くになったらそんなにね、いや遠くでもやばいわ。絶対乗せてもいいよ。みんなこれが私の顔じゃないからね。今加工のエフェクト楽しんでます。すごい。これでさ、ちょっと待って、みんな戻した時にがっかりしないでね。確かに目を大きくしたらすごく可愛いし、野生顔にしたらすごい可愛いけど、みんなごめんね、あのがっかりしないでね。え、これさ、みんなエフェクト全開にしてみていい？全部のエフェクト出してみるね。瞳を最大限に。何これ、今瞳ってやつか。え、怖っ。え、ちょっと待って、自分の顔がどんどん怖くなってきた。で、これを、あ、
近くに寄ったら多分加工が最大限になるんだね。後ろに寄ったら自分の顔になるんだ。ほら多分これが今の私の本当の目なんですよ。本当の目の大きさこれなんです。ごめんね肌荒れ見せちゃって。すごいなんか嫌になってきた。これが今本当の私かな。でエフェクトつけたらこれ。じゃあ今エフェクトしますね。全部つけるね。じゃあ、顔を変えるエフェクトを全部つけようか。じゃあ小顔もつけて痩せ型も全部つけてちょっと待ってこれ本当に嫌だ自分でさエフェクトで遊んでみようとか言っときながらもちょっと待ってこれも本当に今エフェクト全開で遊んでるのほらちょっと待って今のこの小顔と目大きいのからさ私が全てエフェクト取ってさやったらみんながっかりしない？ちょっと待ってもうなんかディズニーの中の人が喋ってるみたいになってる。これ切り取られて拡散されるのやめてほしいな。おでこが赤いのは多分笑いすぎここまで行くとすぐに分かるね。こう手を外したりわおちょっとやめて。耐えられなくなってきたから全て外しね。やだなんか本当に自分の顔がさ太って見えてくるねこれやると。これ今全部撮ってるよ。はい撮った。あでも嫌だ自分のすっぴんが嫌になるねこれ。さらに嫌だね自分のすっぴんすごく嫌になるね。途中からですがびっくりしました。エフェクトで遊んでたの。なんかすごいこれ比べられてさなんかさ普通に私のことあんまり好きじゃない人はさ加工した方が可愛いよとか言う人しそうだな。やっぱりなんかダメだ私は向いてないですね加工に。なんかもう戻ってるよこれ。戻ってますよ完全に戻りました。写真で見せてもいいよ加工の度合い。なんかあんまりなんかなんか怖くなっちゃいそう。なんか現実の本当の顔の自分に戻るのが怖くなっちゃいそうだね。今のタイプでちょっと分かっちゃったもん。なんかやだやだ今のでもちょっと加工にハマりそうだハマりそうになったからやめとこう。もう私はもうこれからも顔の肌荒れを肌荒れした時に直すのとフィルターとちょっと可愛くクマさんをつけるぐらいにしよう。怖い怖い怖いダメだダメだ明るさとか変えるだけにしよう。私は絶対にやってはいけないタイプだ。バレるよ加工してるの一瞬で私だった。はまらない。もう私はもうやらない。怖さを知ってしまった。てかもうやらないとかもともとやってないからね。みんなからしたらあれなんだろうね。一緒だろうね。うん、まあ、うん、加工してるか私も。だって明るさ、フィルターあれ、映りを良くするやつ、この景色の映りを良くするやつ。で肌荒れ防止みたいなやつやってるから、まあ加工か。わかんない。顔は変えないかな。私あんまり好きじゃないから。
普段カメラアプリは何を使いますか。なんかねスノーってやつの、もうさ自撮りとさ、なんか自撮りとたどりじゃ顔変わるよね。自撮りはさこうやってやってさ自分の一番可愛いところさで撮れるんだよ。もう一番自分が可愛いところで撮れるんだよ。今写真撮ったんだけど、うん、やっぱなってないわ。うん、なってないわ。うん、私はスノーってやつのフィルターをつけてます。フィルターがなんかライトみたいな名前のなんか肌をきれいに見せるやつを使ってます。ビューティーとかは使ってないね。全部ちょっと待って、うん、毛穴とか、毛穴っていうか肌荒れとかは使ってるね。うん、使ってる。私はあんまりね好きじゃないな、あれは。私はねお父さんに言われたのはね、実際に会った方が願いは可愛いよって言われた。実際に会った方が願いは可愛いよって言われた。お前は自撮りが下手すぎるって言われました。お前は自撮りが下手だし、あんまり笑わないから可愛くないって言われて、最近頑張って笑うようにしてるんですけど、なんか、うん、あんまり可愛くないって言われます。あんまり可愛くない、なんか、うん、実際に会った方が願いは可愛いタイプだねって言われて、それは褒めてるのか脅されてるのか分かりませんっていつも言います。本当に写真写りが本当にびっくりするほど悪いんですよ。やっとちょっと実物がちょっと写真と同じぐらいになってきたかなって感じ。なんか一回ツイッターに載せたよね、私カメラアプリで全力でみたいなやつ。あ、でもね私最近あれだよ、なんかカメラを変えたんです。私カメラを変えたっていうか、あれになったの、あれになったんですよ。みんな知ってる？あの私のが iPhone8 から iPhone12 mini ってやつに変えたら、すっごい、もともとついてるやつあるじゃん、これもともとついてる、あのもともとのカメラ、もともとのカメラってなんて言ったらいいのかな、あのもともとアプリでついてるやつあるじゃん、あの iPhone にもともとついてる、あれの画質が良すぎて、みたいな、アプリ使うより画質が良くなるじゃないかと思ってなんかついてるんですよ。めっちゃなんかね、顔もね光の下でね撮ったらね結構めっちゃ綺麗に撮れるんですよ。だからね、これめっちゃおすすめだよ。12の写真はめっちゃいい、最近思って。まあね、肌をきれいに見せてくれるのはスノーだけどね、肌荒れのフィルターかけてるから。私はカラーが強めに、まあ、ちょっとね暗く見えるようになってるよ。でもね、私ねずっと言いたいことがあって、私さ急激に痩せた時期があったじゃないですか。ちょっと成長期で太ってて、そこから私バーンって今みたいな感じで、なんか今ぐらい今の体重に落としたんですけど、
もうね、なんかその太ってた時のやつをめっちゃ使われてるんです、あの大富豪で、まあ、いつでも綺麗にベスト体重をしとけようって思う方はそうだと思うんですけど、なんかね太ってる時のなんかすっごいぽっちゃりしてる、気に入らない、あんまり私が好きじゃないなっていう、私の一番コンディションが悪い時の顔のやつがずっと使われてて、あの船長みたいな服のやつ、あれも見るたびに辛いの。しかもね、あの時も矯正もしてなかった時なんですよ。もともと私前歯がちょっと出てるんですよ、こっちの前歯が出てたんですね。私今でも矯正してて、食べる前にこっそり、人と会う時もこっそり矯正パッて外すようにしてるんですよ。なんか恥ずかしくて、なんか矯正外しますねっていうのも恥ずかしいんで、なんかもう心得てしまって矯正めちゃくちゃ早く外すのを、上手くなっちゃうぐらいちょっと恥ずかしいんですけど、まだで、その時まだ矯正をしてなかったんですね。だから歯並びがすごく悪くて、でなんか芸能人って歯が命って言われてるぐらいだから、なんか自分の今まで働いてきたお給料を貯めてた分をのちょっとだけをやっぱりちゃんと使って、こう矯正をしに行ったんですよ、マウスピースを作って。そしたらめちゃくちゃ歯並びが良くなって、こうニコって笑ってもこう前歯がこう揃ってる、あのバンって こっちだけ出てるっていうのがなくなったんですね、私。でもその時はね、なんか笑った時になんかちょっと笑い方もすごい下手くそだったし、ちょっと歯並びも悪かったからあんまり好きじゃないんですよね。そうそうそう、8より進化してますよね、12は。19ヶ月1位だったの、おめでとう。私はね、その歯並びが気に入らなかったの。こんばんは。こんばんは。そうね、その歯並びがあんまり好きじゃなくて、なんかすごい働いてよかったなと思って、なんかお給料の件は私は矯正をちゃんと歯並びを直せたってことがなんかすっごいいいなんかお金の使い方だったなと思いました。お給料もらっていいお金の使い方は、矯正を作って歯並びを直したってところが一番いいやつでしたね。ちょっと待って、本当にエフェクトが外れてるか怖くなってきたんだけど、目を大きく、あ、びっくりした、目を大きくがまだちょっと残ってた、だから今自分の顔に違和感を持ったんだ、怖いよ、もう全部ないよね。だって瞳も、あ、戻った、やっと戻った、やっと戻ったよ、みんな今瞳を全開にしてたよ、それ目がドス黒くなってるわけだ、怖っ、今戻った、全部戻った、戻ったよね、戻った戻った、はい戻った、めっちゃなんかずっと自分の顔変だぞ、なんかあんまり好きじゃないぞ今の顔と思っとったら、エフェクトかかっとったわ。おかえりにがいちゃん、ありがとうございます。変わったでしょ目、ノーマルです、イエーイ。眠くなってきて声がすごく低くなってきた、うわーい、うー、もう10時だもんね、みんな10時は良い子は寝る時間ですよ、10時から美容のホルモンが出てくる時間なんです、10時からにしまった。でもやっぱりなんか10時ってまだ寝れないよね、こんなに変わると使い慣れると外せなくなっちゃいますね、多分怖くなっちゃう、そう、私はなんか自分の顔が鏡に映る顔とかが怖くなっちゃいそう、現実の自分についていけなさそうだから今のままでいいや。でもね、加工したい子はしたらいいと思う、私の場合はね、加工したい子はしたらいい思いますよ。分かるもんだって、か写真の中でもさ、現実でも可愛くいたいのってね、女の子でも男の子でもさ、綺
綺麗になりたいのは普通だから加工はねいいと思う。私は向いてなかった、本当の自分が怖くなっちゃった私は、うん、私はこれから家族が寝たら一人の時間を楽しむ。いいね、お布団の中で聞いてます。お布団の中で聞いてるんですか。お布団の中でいいですね、ありがとう。いいかな、私は怖いから。うん、でもするのもいいと思う。みんなありがとう。なんかさっき お猿さんとかぶら下がってたギフト。じゃあ今日はこれぐらいにしようかな。じゃあ皆さんスクショ撮りましょう。はい、チーズ。はい、ありがとうございました。じゃあ皆さんゆっくり休んでゆっくり寝てください。1週間お疲れ様でした。まあ月曜日から金曜日って1週間っていうのかな、わかんないけど。おやすみなさーい、バイバーイ、また見に来てね。